市長すみません、あの後ろからすみません、はい、太陽の方の政策合意の中で企業団体研究の基準で、まあ、いわゆる基準としての上限を持っている、はい、まあ、ある意味経過措置だと。そうなりましたね。具体的にその例えば上限というのはどれぐらいの出てくるのか。いや、それはあの月何万円レベルとかそういう話では園田さんや藤井さんとはそういう話、園田さんかな、園田さんと松井幹事長と僕で、月何万円、まあ、月1万とかそんな話は、そういう言葉は出ましたけども、具体的にいくらにするかっていうのはちょっと実務レベルの話ですから、これはあの国会議員団とかそういうところに任せてますけどもね。やっぱり僕らのオリジナルメンバーはもうバーンともうそれなしっていうことで決めれたんですけどもね、やっぱり太陽の党と合流するときにはここは難しかったです。現職の国会議員についてね。で、現職と新人を分けようかっていう僕は提案したんですけど、やっぱりそれは現職だけ企業団体献金をある程度認めて新人は認めないっていうのはやっぱりちょっとこれはルールとしては不合理じゃないかってことになったので、経過措置的な形になりましたけど、でもこれも他の党に比べれば一歩前進ですから、当初の日本維新の会からすれば若干ちょっと修正をかけましたけれども、ただ他の党から比べれば、まあ、一歩前進、上限の枠はめますんでね、まあ、そういう形で最後は協議を整えました。例えば地方議員さんのレベルでもその上限みたいな、だからそこを地方議員、国会議員、新人、現職で分けることが可能かっていうと、やっぱりそれはなかなか難しいんじゃないでしょうかね。まあ、そのあたりは国会議員団とか、その他幹事会などでちょっと詰めてもらいますけどもね、どれぐらいの上限にするのかっていうのは。もしやりきれれば、すごくドラスティックな、画期的な、まあ、ただけに厳しいところだと思うんですけど、そしたらちょっとそこの部分はじくじたる思いっていうか。やりきれたと、まあ、もしその完全に禁止すれば政党としてやっぱり、いや、そうですよ、ええ、完全に禁止できればそれは個人献金だけでやっていく政党なんだってことが明確に打ち出せたんですけども、まあ、そこはね、園田さんの言われることも確かにおっしゃる通りで、今個人献金をこう促すようなといいますか、個人献金をやってもらえるようなそういう今法制度まだ整っていませんから、まあ、だいぶ変わってきたみたいですけども、やっぱり税控除ですよね、そこをしっかりやっていく、まあ、一定の金額まで、園田さんと話をしていたのは一人1万まで完全 100% の税額控除とかそういう案がちょっと出てましたけどもね、やっぱり控除っていうものを、税の控除を使ってですね、税金を納めるのか政治家に寄付をするのか、その選択を個人に、国民に与える、でこれもね、まさに切磋琢磨なんです。役所組織が税金をもらえるのか、政治家の方が国民からお金をもらえるのか、政治家と役所がこれ切磋琢磨する形になるわけですから、今の税金のシステムっていうのは役所が無条件でお金をもぎ取れる仕組みになってますからね、政治家と役所と、それから僕はやっぱり NPO を含めて、ね、通常の民間団体、このあたりがね、いわゆる国民の皆さんからお金をいただくことに関して切磋琢磨をするっていう、これが必要だと思いますよ。役所はもうのんべんだらりと黙っていても、もう無条件に自分たちの給料を賄えるだけのお金が入ってきますけど、それじゃダメです。役所と政治家と NPO、まあ、いわゆる非営利団体ですね、こういうところが納税者の皆さんからいただくお金を競い合うっていう形にしていくことが僕は重要だと思ってますから、こういう法制度ができた場合に完全に団体献金は禁止できるんですけども、それまではやっぱり一定の上限で、まあ、上限を定めるというところまでが限界かなっていう園田さんの話も踏まえて、ああいうふうな政策合意になったんですけどね。